はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきます。今回は、はい、チューハイです。新発売の札幌の、極ゼロチューハイ、となってます。3つのゼロ、糖質がゼロ、プリン体がゼロ、人工甘味料ゼロと。おー、また来たかと。また来たか。甘味料ゼロ。そして糖質もゼロ。これは期待できるか。レモン味です。果汁が 0.5%、アルコール度数 6%。あ、6% か。6% なら、まあ、いらないわ。焼酎ハイボールでいいわ。あ、原材料、レモンとウォッカと酸味料と香料とビタミン C と甘味料。過去ステビア。おい。人工甘味料って、お前天然甘味料使ってんのかい？人工甘味料ゼロってお前、甘味料ゼロじゃないのかよ。甘味料しっかり入ってるし。なんだよ、天然甘味料かよ。これはアウトだな。なんだよ、ちょっと期待したのにダメだな、これ。まあいいわ。極ゼロってこれ確か、第3のビールだっけ？にあったよ、極ゼロって。あ、これはちょっと、あれだ、買ったの失敗だったな。まさか人工甘味料が入ってないだけで、天然甘味料が配合してました、してまーすって。完全に詐欺じゃないか。ほとんど詐欺レベル。乾杯。うまければそれでもいいんですけど。あ、これはダメだ。あがん。あ、これはあかんわ。これはあかん。アウト。完全に甘味料。ステビアで思い出しましたけど。あの、ポカリスエットステビアって昔あったよね。確かに。あ、もう完全にこれ甘味料。うん。甘味料の味。これあれだわ。どうしようもねえわ。最近ね、あの、ブラウザゲーのね、あれにハマってますね。ドラゴンクエストモンスターズパラードってね、パレードか。極ゼロ。結構面白い。まあ、昔から、昔っていうかね、1年半前にやってた、だったかな。やってたんですけど、なんか、投げちゃって、それの、またちょっと、始めたんですけど。極ゼロ。これを俺飲んだけど、あんま美味しくなかったよ。三つのゼロ。発泡酒にさ、糖質ゼロとかはまあいいとしても、人工甘味料ゼロってさ、当たり前じゃない。なんでお前発泡酒に人工甘味料入ってるんだよって。それをさ、わざわざさ、ゼロって表記するのはなんか、イラッとくるんだけど。例えばの話、ビールにさ、ビールに人工甘味料ゼロって言ってるのと同じだよ。なんかおかしくねえかって感じはしますけど。極ハイ。6月の16日発売。まず。冗談じゃないほどまずい。普通にまずい。まずい。ダメ、もうアウト。これはもうアウト。もう、酌量の余地はないね。酌量の余地はない。ほどまずい。
うわ、まず。もうこの人工甘味料のこの変な甘さやめてくんねえかな。もう、人工甘味料ってあれなんですよ。体に悪いって、まあ、なんか逆に太るらしいから。これ面白いんだよ。ドラゴンクエストモンスターパレード。結構面白いんですよ、これ。てか、1年半も前からやってた。ずーっと放置してたっていう。前にログインしたの1年半前でさ、うわーって。びっくり。うん、びっくりよ。モンスターパレード。死んだ。回復が追いつかなかったか。うーむ。うーむ、まずい。うーむ、まずい。わー、きつい。これはきつい。これはきついわ。あ、そうそう。あと今日ね、嬉しいことがありまして、今日、まあ、知ってる人は知っている、レトロン5の、のようなゲーム機。まあ、いわゆるゲーム互換機ですね。全部で11種類のゲームが遊べるという、種類のね、ゲームが遊べるっていう、レトロ、フリークというゲーム機の、予約が開始されたんで、アマゾンでもね、開始されました。俺、アマゾンで予約しました。2万2000円だったっけ ?2 万1000円のやつと2万5000円のやつがあって、2万5000円のやつで買ったんで、予約したんですけど、発売が、10月発売ということで。まあ、それのすごいところは、カセットを挿して、で、プレイすると、もう次からは、カセットを挿さなくても、内部の、メモリーカードに、SD カードに、その情報を、入れてくれるんで、まあ、いわゆる吸い出しですね。してくれるんで、もうそれ以降、カセットを挿す必要がないんで、すごい。すごいいいよ。で、あと、PC エンジンのゲームができる。PC エンジンと PC エンジンスーパーグラフィックスっていうやつ。まあ、あと他には、メガドライブと、あとゲームボーイとゲームボーイカラーとゲームボーイアドバンス。ファミコンとスーファミ。全部で8種類ですね。まあ、あと海外の、海外のファミコンとかもできる。ので、全部で合わせると、海外とかのやつも合わせると、全部で11種類。レトロフリーク。ね、アマゾンでもね、予約は、してますんで。いやーでも2万5千円安いね。もうちょっと3万ぐらいするかなと思ったんですけど。あ、安いと思って。レトロン5買わなくてよかったわ。うん。危ない危ない。レトロン5はもうね、定価が1万9千円なのに、値段が高騰してしまって、3万4万とかで売られて、たんですよ。でもまあ今はもう価格が落ち着いて普通に1万9000円で
買えるんですけど、まあ今更買う必要もないんですが、プラス6000円で、あの機能はすごい。期待です。10月に期待ですよ。ここ長えな、このダンジョン。ああ、まずかった。まずかった。やっとこさ飲んだ。ああ、まず。ということで、穀物書もない。甘み。気持ち悪い。気持ち悪い天然甘味料。甘みが。この甘味料の味がなければまだ美味しかったんですけど。冗談じゃない。まずい。2431です。ご視聴ありがとうございました。